ファイター台風ってなんだかすごい名前だよね。単語の組み合わせ方が心をくすぐられるよ。確かに特徴的な名前だよな。直訳すると、ヨーロッパの台風戦士になるのか。強そう、ではあるのかもね。さて今回はそんなユーロファイター台風について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ユーロファイター台風は、NATO 加盟国のうちイギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国が共同開発した第5世代戦闘機なんだ。主な特徴として、デルタ翼とコックピット前方にカナード前翼を備え、カナードデルタと呼ばれる形式の機体構成を持つマルチロール機として設計されているよ。ユーロファイター台風は、開発を始めたのが1980年代と、まさに冷戦期真っただ中だったんだけど、関係する各国の利害調整に時間がかかった結果、実質的に運用が開始されたのが2000年、すでに冷戦期は終わりを迎え、ヨーロッパ全体が平和と協調を迎えていた頃だったんだよね。でも、ユーロファイター台風の存在が不必要になったのかといえば、別の目的がその計画を支えたんだ。別の目的って、冷戦が終わったということで、軍拡競争が終わりを迎えたことは、各国において軍事費の削減を求められることになったんだよね。自国で独自に兵器を開発し、それを運用していく時代は終わり、コストダウンのために各国と共同開発した兵器を運用する時代が到来したってこと。ユーロファイター台風は、そのコストダウンの目標達成のために、様々な仕様変更が繰り返された結果、2000年代の主力戦闘機として活躍するはずだったんだけど、今回はユーロファイター台風にまつわるエピソードなども紹介していくよ。さて、ユーロファイター台風は、コストダウンを狙った設計変更を繰り返した結果、欠陥機と呼ばれるほどの初期不良に悩まされることになったんだ。2004年には、コンピューター及びディスプレイの問題で悪天候時の高軌道運動が危険であると報じられ、同年10月にはドイツ国防省が後部胴体に欠陥を見つけたことにより、新規機体の納入の見合わせと年間飛行時間を現行の3000時間から1500時間に減らす決定をしたことが報じられたね。オーストリアに至ってはユーロファイター台風の最新鋭モデルトランシェ2を導入する計画があったんだけど、その導入経緯を発端として国全体の論争が巻き起こり、その結果政権交代が実現してしまう事態にもなったんだ。そのオーストリアの結局は契約違約金の関係で前モデルのトランシェ1を導入せざるを得なくなってしまい、結局目指そうとしたことが何もできなくなったという悲劇を生んだんだよな。なぜ不良品といわれる機体購入するのかという議論がオーストリア国内で巻き起こったとき、関係国はどんな気持ちだっただろうな。また、アラブ諸国でもユーロファイター台風の導入が検討されているようだけど、価格面が高額であること、メンテナンス環境が整わないなどの諸問題が生まれているね。特に、高額の費用を要するため、アラブ首長国連邦などでは全モデルのトランシェ1の購入を希望したところ、契約交渉が打ち切りになってしまった実例もあるよ。このように不良がある購入時の障壁が高いなど、紆余曲折の多いユーロファイター台風だけど、この計画に不良が絡んだことで、計画に狂いが生じてきたんだ。この計画は、完成後に希望する諸外国に機体を販売する武器輸出プロジェクトでもあったからて、生産にはヨーロッパ国内の主要な航空機メーカーや軍需産業メーカーが関与しているよ。これは、冷戦が終わった後にそれらの産業が衰退することを防ぐため、分散生産の名のもとに企業の利益を担保する狙いがあったんだ。でも、欠陥機の評判がついた機体を諸外国が購入するのか、と疑問符がついた以上、関連する企業ら戦線協業となったわけだな。2008年8月のイギリス経済誌フィナンシャルタイムズは、イギリス国防省が発注したユーロファイターの一部が財政難で購入が難しいことを明らかにしているよ。実際、イギリス政府も軍事費の削減を迫られているものの、同じプロジェクトに参加していることもあって購入ノルマは果たさねばならないことから、他国に契約の一部を譲り渡して軍事費の削減を検討しているんだ。購入しないという決断は驚きを持って受け止められたんだけど、候補に上がった日本はどのように反応したのか、気になるよね。考えてみれば、欠陥機かもしれない戦闘機を無理やり買わされるとなれば、こんな関係はご遠慮したいものだよね。だけど、ユーロファイター台風をめぐる話にはまだまだ続きがあるようで、日本には購入を打診しただけでなくライセンス生産の打診まであったと言われているよ。これは、2008年に BAE システムズが明らかにしたもので、機
体の購入について打診したことは否定したものの、ライセンス生産を前提とした提案活動を行っていると強調したんだ。ここで特筆すべきは、この提案の中にはブラックボックスを設けないことが盛り込まれていたようなんだ。ブラックボックスとは、端的に言えば軍事機密であり、ライセンス生産を許してもこの部分は一切触らせないという部分のことだね。お隣の国韓国を例に挙げると、韓国には多くのアメリカ製兵器が導入されているんだけど、アメリカは韓国と北朝鮮の関係性を疑っているから、当然ブラックボックスが存在するよ。韓国が何を考えていたかはわからないけど、ブラックボックスを開けてしまった事件があったよね。実際の事例だけど、戦闘機やヘリコプターに搭載されているブラックボックスの暗視装置に触れ、何を思ったか分解してしまい、ブラックボックスに仕掛けられた細工も知らなかったのか、すぐにアメリカに探知されてしまい、事情の説明を求められる事態になったんだ。韓国のミステイクは暗視装置だけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車など最低でも20種類前後に上るとされており、アメリカからすれば同盟国の裏切り行為にあっているわけで、2000年代になってアメリカから韓国に対する軍事的技術供与はほぼゼロになってしまったんだ。このように、ブラックボックスがどれだけシビアな取り扱いが必要なのか、分かっていただけたと思うけど、ユーロファイタータイフーンでは、このブラックボックスを日本なら触っていいと言ってのける実情は、本当に売り込みたいのだろうなって意欲が伝わってくるよね。ちなみに、ライセンス生産を持ちかけられたのは三菱重工業三菱電機 IHI という、日本の軍需産業を支える企業ばかりで、具体的に話し合いが進められているとされているな。2011年10月の産経新聞においても、ブラックボックスの開示や、日本国内でのライセンス生産容認、日本国産兵装の搭載が可能であることから、日本に最も好条件な案件とのことで、自衛隊の次世代戦闘機としてユーロファイタータイフーンの導入を進めるべきだとの社説が掲載されたんだ。実際、自衛隊内では F-35 とユーロファイタータイフーン、この2機種について具体的な導入検討がなされていたようだね。最終的には F-35 が採用されたんだけど、この決定にあたっては前述したユーロファイタータイフーンの不具合が大きな影響を及ぼしたようだよ。実際、自衛隊の次世代戦闘機はアメリカから導入することがほぼ既定路線とされていたんだけど、その動きは2020年代になって急激に変化しているんだ。当初、アメリカが開発している F-35 を購入し入れ替える構想であったものの、すでに6兆円を超える開発費用がかかっており、日本としてもこの経費負担が大きな課題となっていたんだ。そこに、イギリスがユーロファイタータイフーンの案件を提案したよ。イギリスが日本に提案した内容は、これだけではないんだ。イギリスが独自に進めている次世代戦闘機の開発プロジェクトテンペストについて、自国が主導するという立場を堅持しながら、開発費の低減と開発期間の短縮を図るため、諸外国に開発計画への参加を呼びかけており、日本もその諸外国に含まれているんだよね。イギリスはテンペスト計画への諸外国の参加にあたって、技術協力でも構わないというスタンスを取っていて、日本とアメリカとの関係性についても配慮している部分を見せているよ。日本政府としても、対艦ミサイルの技術供与など、すでにイギリスと軍事面での関係を強化していたところに提案があり、前向きに検討する余地があったんだろうね。2021年12月になり、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で行うことを発表したんだ。このように、ユーロファイタータイフーンの導入について、日本ではその実現がなくなったわけだけど、それをきっかけにイギリスとの軍事面での関係が密になっているのは事実だと思うんだ。でも、日本がアメリカとの関係を見直すわけではないんだよね。イギリスとアメリカ、そして日本の共通する仮想敵国が存在するからこそ、この三者の連携が実現するってわけだね。そうそう、その仮想敵国は、もう言うまでもなく、中国を指していることは間違いないんだ。中国の覇権主義は、南沙諸島や尖閣諸島などに及んでいるほか、インド洋や太平洋に対してもその野望を隠そうとしていないよね。独自に空母を開発し運用しようとしている以上、その覇権主義が目指すところは明確だし。イギリスもアメリカも、中国に対抗しようとすればその隣国である日本との関係を密にすることは、メリットしかないからな。特に、日本が軍事力の強化を図れば、その分離国の分離的な負担を軽減することのでき、同盟国として日本との関係をさらに強固にしようとするはずだぜ。
中国もそのことをわかっているのか、尖閣諸島での領海侵犯、日本近海における潜水艦の諜報活動などを活発にしており、しばらくは緊張した状況が続くと思うね。さて、最後にもう一度韓国の話に戻るけど、日本がどんどん軍事面で成長することを批判するばかりの韓国は、ユーロファイタータイフーンの導入についてもなぜ我が国には話がないと、韓国側から購入の相談があったみたい。もちろん、あまり相手にされなかったようだな。いろいろ買い叩かれそうになった挙句、結局は多企業との入札になった結果、入札には参加したものの高額入札して、事実上撤退したそうだね。ある意味正解だね。ちなみに韓国、次世代戦闘機の導入について自国開発をぶち上げているけど、アメリカも協力してくれない、ヨーロッパも無関心となれば、日本から技術を盗むしかないんじゃないかな。迷惑な話だけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。